こんにちは、ヒデオです。バンコクの南東150キロにあるパタヤジョムテンビーチでロングステイしています。今日はパタヤ市内、パタヤセカンドロード沿いにあるレストランカサパスカルでの朝食をご紹介します。カサパスカル、場所はパタヤセカンドロード沿い、ロイヤルガーデンショッピングモールの向かいになります。目印はこの三角の看板、ルアンタイレストランの看板です。タイの民族舞踊を見ながらディナーが楽しめる有名レストランのルアンタイ、この路地の突き当たりにあるのが、ルアンタイレストラン、その手前右側にあるのが、今日お目当てのレストラン、カサパスカルになります。カサパスカルの Google マップ情報は概要欄に貼っておきます。ここはヨーロッパ料理のお店です。ご主人はスイス人、奥様は韓国人のご夫婦で切り盛りされているレストランです。ファインダイニング、高級料理店のカテゴリーのお店になります。夜はワイン飲み放題のコースもあり、お酒ワインが好きな方にはこちらのディナーがとてもおすすめです。一方、私のように普段お酒を飲まない人間にとっては、ここは朝食ビュッフェのレストランとして利用価値が高いです。ここでは毎日朝8時から午後2時までビュッフェを提供しています。時間帯が長いので朝昼兼用のブランチとしても利用できます。ビュッフェ料金は1人283バーツ、日本円で930円、1000円を切ります。各テーブルには花柄のテーブルクロスが敷かれ、全体的に明るく柔らかく華やいだ雰囲気です。今日はここをひいきにしているアメリカ人の友達に誘われて朝食にやってきました。こちらのテーブルでいただきます。まずはスープ、エビワンタンスープをチョイスしました。ここはちょっとしたアジア料理もレベルが高いです。かなりエビがプリプリでございます。オードブル類いろいろあります。ロシアンエッグ、グリルした野菜、ドーリー、桜鯛の酢漬け、さらにはハム、サラミなどなど、チーズもあります。パンはクロワッサンと6種類のドイツパン、どれも本格的です。パンの名前はドイツ語で書いてあるので私はちょっと詳細が分かりません。でも、大好きなダークサワーライブレッドがあるので、それを一切れいただくことにします。アペタイザー類を一通り取ってきました。特にこの車鯛の酢漬けが絶品です。温かい料理も各種揃っています。こちらはスイス料理のルスティ、細切りのジャガイモとキノコの炒めて固めたもの、こちらは普通のハッシュドポテト、さらにはドーリー白身魚のフライ、グリーンピースのクリームソースがけ、などあります。奥の方にはいくつかアジアンエスニック料理が並んでいます。こちらは、ハワイアンフライドライス、パイナップル入りチャーハンのようですね。一通りまた取ってきました。このハワイアンチャーハンなかなかいけます。他の料理もレベル高いです。オムレツは外のオープンキッチンにまで行って頼みます。建物を一旦出て左手になります。今日は揃えてある具材をすべて少しずつちょっと入れてねとお願いしてオムレツを作ってもらいました。出来上がりがこちら。日本のふわふわ系とは異なり、どっしり詰まったオムレツです。ドリンク類もいろいろ揃っています。ちょっとしたことですが、サーバーにソーダ水があるのが嬉しいですね。私はオレンジジュースやパインジュースをソーダ水で割って飲むのが好きです。牛乳は普通の牛乳と低脂肪乳、水は常温の水と冷たいお水が揃っていて心遣いが感じられます。
ここは午後2時までのブランチのビュッフェでもあるということもあってか、濃いめのデザートが揃っています。美味しそうです。さらには、シリアルや蜂蜜、各種の、ジャム、それに、ヨーグルト、カットフルーツまであります。クレームブリュレ、パンナコッタ、ゼリー寄せをチョイスしました。朝から幸せです。このレストランからほど近いソイブアカオ通りには200バーツ未満の料金で朝食を提供するレストランがいくつかあります。どれもかなり良いです。でもたまには100バーツを上乗せしてこのカサパスカルでファインダイニングレベルの朝食ビュッフェをいただくというのも気分転換になってよろしいかと思います。今日はたくさんいただきました。どの料理もデザートもオムレツも本当に美味しかったです。パタヤにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひこのカサパスカルでの朝食をお勧めします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。